ジョアンワールドツアーは5番目のスタジオアルバムであるジョアンをサポートするアメリカの歌手レディガガによる5回目のヘッドライニングコンサートツアー。2017年8月1日にカナダのバンクーバーで始まり、2018年2月1日にイギリスのバーミンガムで終わる。チケットが販売された後、ヨーロッパと北米の様々なショーがすぐに売り切れ、両方の大陸で追加の日付を促した。 コンサートシリーズは歌手の以前のツアーと比較してよりミニマリストとみなされていたがビジュアル、ガガの歌唱力、聴衆とのつながりについて賞賛された。ジョアンヌワールドツアーが始まったバンクーバーのロジャースアリーナ2016年10月にレディ・ガガの5枚目のスタジオアルバムジョアンがリリースされる2週間前、彼女はダイブバーツアーと呼ばれる小さなプロモーションツアーを 開始2016年10月24日に歌手はハワード・スターンに彼女が世界的なコンサートツアーに乗り出しレコードのプロモーションを続けることを確認彼女は2017年2月5日に行われたスーパーボール LI ハーフタイムショーでのパフォーマンスの後に始まることを明確にしハーフタイムショーの後ガガは2017年8月1日に バンクーバーのロジャースアリーナで始まり、2017年12月18日まで、続き、イングルウッドで合計60のジョアンワールドツアーを発表。北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパで開催、ブラッディメアリーの演奏中の画が,が、赤い衣装は、戻すために注目された前衛的な彼女の特徴となっているルックスを、火炎放射器がバックグラウンドで火を吐きながら、 ジョン・ウェインを演奏するガが、悪いロマンスのパフォーマンス中のガが、白い羽のマスクを着用ハート型のアクリルピアノでカム・トゥ・ママを演奏するガが、音響性能は批評家から最も賞賛されました。このセットリストは2017年8月1日、バンクーバーでのコンサートからのものです。ツアーのすべてのコンサートを代表するものではありません。 ダイヤモンドハートエイヨポーカーフェイスパーフェクトイリュージョンジョンウェイニシャイッサアレハンドロジャストダンスラベンゲームテレホンアプローズカムツーママザイッチオブグローリーボーンディスエイブラディメアリーダンシンインサークルズパパラッチエンジェルダウンジョアンバットロマンスザキュアーありがとうございます